こんばんは。ヒアリースタイリング、真船めぐみです。ヒアリースタイリングチャンネルでは、毎週月曜21時、3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容を3分にわかりやすくまとめておりますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。気になる今日のテーマはこちら。骨格診断タイプ別、おすすめのコート。ストレートタイプ。ストレートタイプは基本的にきちんとしたコートが得意になっていきます。写真のようなスタンドカラーのコート、とってもよく似合いますよ。こちらのコートはちょっとゴージャスなファーをつけたコートになっていきます。ストレートタイプはホックスファーが得意。他に得意な要素はウエストシェイプ、肩に縫い目、ジャストサイズのものを選んでみてくださいね。ストレートタイプでもカジュアルダウンしたいときはコートではなく他のものでカジュアルダウンしてください。基本的な似合う要素は一緒になりますので、シンプルなものを選びましょうね。ウェーブタイプ。ウェーブタイプの得意な要素は丸襟、ハイウエスト、膝の上の丈、ジャストサイズのコートを選んでいただけるととてもエレガントに決まりやすいですよ。フルコートが欲しい時には金具の留め金になっているものを選んでくださいね。金具が上の方に集中している方がスタイルアップしますのでおすすめですよ。ウェーブタイプの方がカジュアルダウンするコートはロングコートよりミドル丈がおすすめです。ジャストサイズで小さめのフードがついているものですととってもよくお似合いになりますよ。ナチュラルタイプ。ナチュラルタイプの方は基本的にカジュアルなコートが得意です。素材は自然の飾りのものを使ったり、厚めの生地やフード付きのもの、とってもよくお似合いになりますよ。きれいめなコートを選びたいときには、ウエストはまっすぐ、少しオーバーサイズを意識してみてください。肩に縫い目があること、シンプルになることによって、大人めな、きれいめなコートが選べるようになりますよ。可愛くなりたいあなたは、ウエストは絞らず、生地に凹凸があるものを選んでいただいて、少し淡めの色を選んでみてくださいね。肩に縫い目を丸襟にすることで可愛らしい要素が足されてとっても似合うアイテムになります。いかがでしたか？骨格診断のタイプ別で似合うコートってこんなに違いが出るんですよ。あなたに似合うコートを選んでいただきまして、今年の冬楽しく過ごしてくださいね。骨格診断って何？私に似合うものはどんなもの？知りたい方は下の詳細欄の方からお申し込みをお願いします。ヒアリスタイリングチャンネルでは毎週月曜21時3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容をわかりやすく解説をさせていただいておりますので、ぜひまた来週も見てくださいね。本日はこれで終了です。ありがとうございました。また来週。